はい、皆さんこんにちは。シャインマスカット今年は安くなってますね。買いやすくなったシャインマスカットを文鳥にもあげたいと思いまして、今回はこんな動画を作ってみました。どうぞご覧ください。まずはブンタですね。ブンタは結構ね、最初見たことないものに対しては本当にビビりで、まあ、こんな感じでね、逃げ回るんですけども、どうかな、食べるかな、食べてほしいな。お、一口いきましたね。おっと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 、あ、食べてますね。もう一度食べ始めればですね、結構美味しいことに気づいてもうどんどん行くタイプなんで、あ、いける、いって、あ、ちぎってますね。文太的には果肉よりも皮の部分が食べたいようですね。そこへきな粉もやってきて食べ始めました。仲良く食べてくれればいいんですけど、大概ね、こういう場合喧嘩になります。こんな感じですね。私が手を下げているのにもかかわらず、きな粉それを追いながら文太を威嚇しています。ああ仲良く食べてほしかったんですが、文太に完全に取られちゃいましたね。文太に独り占めされてしまったので、きな粉にはこうやってね、別に分けてあげることにしました。文太に邪魔されないようにですね、画面の奥で文太を阻止しています。はい、ということでですね、初めて文鳥にシャインマスカットを食べさせてみた動画でした。みんな食いつき良かったですね。今後もですね、たまにおやつとしてあげてみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。